ことで、今から私がちょっと大きめの音の曲を弾いて、助っ人さんにですね、それをちょっと外に出て、大体どれぐらいの音量とか音になるのか、防音性能がどれぐらいなのか、試しにやってみたいと思います。というわけで、助っ人の方をお呼びしました。はい、もちろんこの方でございます。ということでちょっと手伝ってもらいますね。今から曲を弾くから、はい、家の色のところに行ってほしいんですよ。はい、私この曲はそんなまだ弾けへんけど、まあ、とにかくフォルテ系の部分をずっと繰り返しておくな。お願いします。はい、弾けるかな。じゃあこのブラームスのちょっと最近譜読みしたてのね119-4を同じとこばかり弾いておきますね。はい、止まらへんように頑張ります。まだ弾けないんですけど。今扉1個の時です。今2個目の扉を閉めました。で、今度は隣の部屋に行ってみます。で、これを今閉めます。で、こちらの向こうに部屋があります。それでは次はリビングにちょっと行ってみます。で、これリビングに今来ました。それでは戻ってみましょう。こういう感じです。こういう感じです。どうでしたか。ちょっとこうちゃん試しにさ外も行ってみて。はい、これもうすぐここ外なんですけど、それでどんな感じになるか行ってみます。もう一回じゃあ行ってらっしゃい。はい、お願いします。聞こえた？何にも聞こえない。よかった。何にも間違えましたけど。本当に何も。結構なだって音量、まあ音多い曲でフォルテでっていう曲でこんな感じやから。まあ、外は全然聞こえないですね。全然聞こえないですね。はい、っていう感じでちょっと交代。今度はちょっとコントラバスでやってもらいたいと思います。はい、ピアノはこんな感じやけど、コントラバスとはちょっとピアノと違うと思うんで、うん、コントラバスのその重低音でどんな感じになるかちょっとやってもらいたいと思います。じゃあ低音中心で、はい、お願いします。はい、天井がなんかこうなってて上がこう下がってるんですよ。こんな感じでコントラバスがちょっとギリギリなんですよね。じゃあこうちゃんはどういう感じで弾いてくれるんですか。ベートーベンの交響曲第7番を弾きます。はい、じゃあこれをずっと弾いといてもらいます。というわけで私は旅に行ってきます。バイバイ。2枚扉を閉めて今廊下にいますけど、廊下でもうすでに結構聞こえないですね。そして
して隣の部屋寝室に行きたいと思います。結構もうほぼほぼ、まあ、聞こえるっちゃ聞こえるけど低音なんでね、ボー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 言ってますね。じゃあ次リビングに行きます。むしろ今この炊き込んでる炊き込みご飯のボーっていう音の方が聞こえるぐらいじゃないですか。ほぼほぼ聞こえないです。じゃあ最後にね、外も行ってみます。もう外になると全く何も聞こえないですね。むしろ車の、こっちが道路なんで車のボーっていう音が聞こえます。さあ、じゃあ戻ります。じゃあ戻ります。はい、改めて聞いたら結構聞こえへんかった。うん、まあコントラバスの方が小さいとピアノよりはさすが。あ、そっか。だってコンチェルトでもさ、うん、ピアノコンチェルトやっぱり音すごい。まあな、確かに。なんか今リナちゃんが入ってきたらなんか緊張してめちゃめちゃミスった。なんでなんで。でここの防音室なんですけど、はい、借りる時にね、設計してくれた人にお伺いしたところ、部屋の中に部屋が浮いてるみたいな。だから1個の部屋の中にもう1個部屋があって、でその部屋が壁と壁の間に空間があって、天井とか床も全部浮いてるみたいな状態らしい。簡単に言うと、ここがだから分厚いんですよ。めちゃめちゃここ、あーそうそう、そうここが2個そう部屋、ここが本当の部屋。そうそう、でもう1個なんか壁があるみたいな。で天井も床もこういう状態なので、そうです、上もそう、はい、なんかすごく細かくね説明してくださったんですけど分からへんかった。すごいなんか専門的な、そう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 、教えていただいて、とりあえずすごいっていうことは分かったんですけど、はい、皆さんもちょっとはねどんな感じか分かっていただけたのではないでしょうか。ということで次回以降の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。